アルバストラ修道院の遺跡ウルブヒルホーコンスだった、または、ウルブヒルドは、三度の結婚により、2度スウェーデン王妃となり、また、デンマーク王妃にもなった女性。ウルブヒルは、当時の北欧の三つの王国同士の関わりに、重要な役割を果たしたが、詳しい状況を伝える資料が少ない。中世スカンディナビアにおける、ファムファタールとして言及されるが、一方で、 カトリック教会の講演者でもあった。ウルブヒルは、ノルウェー出身であり、ファグルス・キンナには、ノルウェーの貴族、ちょったけのホーコンフィンソンの娘とされている。母の名は伝わっていない。一説には、ウルブヒルの母は、ノルウェー及び、デンマーク王妃であったスウェーデン王女、マルガレータ・フレドクラとも言われているが、裏付けはない。ウルブヒルは1116年、または1117年に、 スウェーデンをインゲセ世と結婚した。この結婚では子供は生まれなかった。インゲセ世は当時兄フィリップとスウェーデンを共同統治していたが、1118年にフィリップが死去し、その後は単独の王となった。ベストイエータ法書によると、インゲセ世は飲酒により、エステルイエートランドで亡くなったと言われる。また、後世の資料によると、 ブレタ修道院で暗殺されたとも言われている。正確な没年は不明であるが、1129年頃より前と見られる。エーク・オルマークスは、ウルブヒルは、後に夫となるスベルケルと知り合い、スベルケルにインゲを毒殺させたと推測している。インゲ2世の死後、ウルブヒルは、デンマークに向かい、ノルウェーには戻らなかった。ウルブヒルは、亡命を求めたとも考えられる。 ウルブヒルはデンマークに親戚がおり、一方でスウェーデンは政治的混乱に悩まされていた。ウルブヒルは1130年頃、最初の日、マルガレータ・フレドクッタを亡くしていたデンマーク王ニルスと結婚した。この結婚はニルスの息子マグヌス一世がスウェーデンの一部で王となった時期とおよそ同時期であった。しかしウルブヒルはこの義理の息子、マグヌスを いとこで競争相手であったクヌーズ・レイバートと対立するようそそのかした。最終的にクヌーズは1131年にマグノスに暗殺された。デンマークで内乱が勃発し、ニルスとマグノスは王位請求者、エイリーク二世と対立した。また、ニルスは、ウルブヒルより20歳から30歳ほど年上で、この結婚はうまくいかなかった。年代記作者、サクソグラマティクスは、 この結婚の解消について以下のように記している。この出来事がいつ起こったかは記録にないが1132年から1134年の間に起こったとされている。この駆け落ち物語はウルブヒルの立場を示していると思われる。インゲ二世の家父として断絶したステンキル家の領地と影響力の代表者であった。ウルブヒルとの結婚により、 王家出身でないスベルケルが大いにつくことが正当化され、義理の息子であるマグヌスはスウェーデンから追い出された。判明している限りでは、ウルブヒルの三度目の結婚や、それにより生まれた子供の着室に異議を唱える資料は、サクソグラマティクスのものを除き見つかっていない。それどころか、ウルブヒルは、聖職者による記録において、教会の講演者として賞賛されている。 ウルブヒルの招きにより、死闘会が招かれ、アルバストラ修道院や1143年に、ニダラ修道院が創建された。アルバストラは、スベルケルからウルブヒルへの結婚の祝いとして創建された。少なくとも10年以上王妃であった後、1143年から1150年の間に、ウルブヒルは死去した。スェルケルは二度目に、ポーランド大公女リクサと結婚したが、リクサは、 スベルケルの敵であったマグノス一世の家父であった。これもまた残されたマグノスの支持者をスベルケル側に引き入れることが目的で行われた政治的な結婚であった。ウルブヒルはスベルケル一世との間に少なくとも2何以上を設けた。ありがとうございます。